さあさあ、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。出発準備できたって？マジ早いな。船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。休むか。うん。おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はぁ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ。俺はインソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃、国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは。バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。いいのに。他に情報は？自分たちで見てくるしかねってことが。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろう。どうだ？ああ。
みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ、町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。帝国機動戦艦、兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。王都周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。少し行けば王都が見える場所に出るだろう。帝国軍はこのくらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らして。停戦もなんもねえからな。攻撃してくる。
停戦協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナ・フレーナ様のご逝去が新たに確認され消すな。ごめんいらねえよ。そっちに戻れない。ああってなんだよ、なんなんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ、説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ、陛下は亡くなられた何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。将軍か。なんと。ハンマーヘッドに行くって。陛下は。Thank you.